いい調子だ。成長を実感できるほど強くなれたのね。みんなの役に立ってみせる。今週の俺はスーパー強えぞ。一緒か。あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。おいお前、おろしちまうぞ。これは気を抜けなそうな相手ね。サンダーランスクーパー。手強いわね。みんな気をつけて。オチエンタフルール、クロトラマード、ショック。情けない姿を見せちまったな。
の出番か。二刀流、よい。ラショウ。フランキーキャノン、ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。よー、やったー。サイボーグフランキーの進化。ナミさーん、無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ。恐れ入ります。まさか、あれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。系統がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。うし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。Get a kick!
あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだ、ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。